よ、マスター。ふっふっふ、何かを探すのはとても得意な私です。特に人探しなら。これでもはやほぼ大成功です。ブラダマンテはワレンティヌスの試練を乗り越えました。マスターの聖地をはじめ、当世には独特の風習があると耳にしたのが1週間ほど前のことでした。なるほど、ショコラ。でも聞けばマスターの聖地では秘めた思いを告げることが多いのだとか。であればブラダマンテは今回の行事には参加できません。ロゼロが当世にいるかもわかりませんし。と思っていたらお告げがあったのです。それはそれ、これはこれ、君の心に直接語りかけています、マーリンです。カルデアにおけるバレンタインは日頃の感謝を誰かへ示すものでもあるのです。すなわちお世話になっている方々へ、マスターやマーリン様へ。お世話はあんまりされてないかもだけど、あーちゃんにも戦闘で一緒になる皆さんにも、職員の皆さん、厨房の皆さんにも。私には参加できないだなんてとんでもない、重要な試練です。感謝を示したい方々はたくさんいますから。しかしショコラ、旅の最中に野営することもしばしばでしたし、料理でしたらそれなりに心得もありますが、お菓子作り、これはなかなか強敵です。というわけで急遽ブーディカ様の講習会に参加しまして、なんとか間に合わせた次第なのです。エミヤ様の講習会とキャット様の講習会もあって、それぞれ作るショコラの方向性が違うんです。大変勉強になりました。ではマスター、これが私からの日頃の感謝の気持ちです。はい、そうなんです。あれ、なぜマスターはヒポちゃんのことを。あーちゃんの宝具で見たことがあるんですね。なるほど。マスター、改めていつもありがとうございます。そしてこれからもどうかよろしくお願いいたします。共に世界を取り戻しましょう。はい、ブラダマンテは感謝を届ける試練を続けますね。次はあーちゃんを探さなくては。普段どこにいるかよくわからないマーリン様も絶対見つけてみせましょう。それではまた。